木肌は、鈴木目、サバ科に分類される魚の一種。全世界の熱帯、亜熱帯海域に広く分布するマグロで、缶詰や刺身などに用いられる重要な食用魚である。日本では、木肌マグロとも呼ばれる。地方名には、キワダ、マシビ、糸シビ、ハズ、シビ、金ヒレなどがある。また若菜は、各地で、キメジとも呼ばれる。成長段階で呼び分けることもあり。 高知県では養魚を瓶と呼ぶ。台湾ではファンヒレマグロを正式名としているが、台湾語では他のマグロ類と共に英語の綱から串ごとを呼んでいる。制御は全長を239センチメートル、体重200キログラムに達する。マグロ属8種の中では南マグロ、メバチと並ぶ中型種である。ただし、熱帯海域では 全長3メートルに達するとした文献もある。日本近海産は、熱帯産よりも小型で、大きくても、全長1.5メートル、体重70キログラムほどである。第2背びれと尻びれが黄色で、成長につれ釜状に伸長する点で、他のマグロ類と区別できる。各地での故障もここにちなんだものが多い。同性個体ではこの2つのヒレが、 頭長より長く糸状に伸びる。体色もいくらか黄色を帯びる。また、黒マグロやメバチに比べると体型が比較的前後に細長い。マグロ属の分類では本種とコシナが大西洋マグロの3種類は他の五種と別のニオサネスア族に分類されている。若菜は体俗に後方へ向けて下がる斜めの白い縞模様がある。若菜は 第2背びれと尻びれが短いので、多種との区別がつけにくく、特にメバチの若菜とよく似ている。全世界の熱帯、亜熱帯海域に広く分布するが、地中海には分布しない。日本沿岸でも北海道以南で見られるが、伊豆諸島以南の太平洋側に多く、日本海では稀である。水面上を跳ねた木肌外洋の表層を群れで、遊泳し、日本近海ではカツオなどと同様に季節的な、 南北の海遊を行う。好む水温は18摂氏31度で、マグロ族の中では、本種とコシナガが最も高水温、氷層に生息する。また、流木などの漂流物やイルカにつく習性もある。若縄はカツオやメバチとコングンを作る。産卵期は夏で分離不規性卵を産卵する。マグロ類にしては成長が早く、1年で 全長50センチメートル、2年で全長1メートルに達し成熟する。寿命は8年生きたものが報告されている。木肌のエスカベシュ木肌のレアステーキ食用に、ハエナは、エーキ巻網などの遠洋漁業で漁獲される。南西諸島や伊豆、小笠原諸島では、イソマグロやローニンアジと同様にイソ釣りや船釣りでも漁獲される。21世紀諸島の時点では、 全世界のマグロ漁獲量は年間約200万トン前後だが、このうちの約100万から140万トンが木肌で占められ、マグロ類の中では最も漁獲量が多い。日本での流通量はメバチに次ぐ2番目である。台湾や韓国からも輸入されている。乱獲で個体数が減少しており、国際自然保護連合レッドリスト2011年版で純絶滅危惧と評価されている。 しかし成長が早いこともあり、他のマグロ類よりは深刻な状況ではないと見られている。身は頭の方から尾に近い部分までほぼ均一の赤身で、脂肪が少なくしまっている。色は薄紅色で、黒マグロよりも淡い。世界的には、瓶長とともに缶詰の材料として重要で、洋風料理では、ステーキなどにもされる。日本では、脂肪が少ない寝室から西日本で珍重される。 また、黒マグロの味が落ちる夏から秋にかけて、木肌の漁獲量が増える。日本料理では刺身、焼き魚、唐揚げなどにされる。大分県の郷土料理、ヒューガ丼や沖縄料理の熱い衣の天ぷらにも使われる。ハワイではアヒと呼ばれ、ポケの食材として用いられる。モルディブ料理でも一般的な食材で、茹でてツナと称したり、 リハホリと呼ばれるカレー風味のクレープ巻きにしたりする。かつては、ツナ缶のため、本種の漁獲に伴う、マグロ巻き網漁におけるイルカの根核問題が起きており、これを、アメリカ合衆国の環境保護活動家や、環境保護団体が問題視し、マグロ漁におけるイルカ補殺に対処するために1972年に、海洋哺乳類保護法が施行され、様々な対策が取られ、 アメリカ戦への対策のみならず、イルカを格する漁法で取られたマグロの輸入を禁じた。その流れで、中南米の漁業者も、完全にイルカを当てにしない、人工集漁装置を使用した巻き網漁業に転換したが、今度は、ファズに、本種やカツオ以外に、メバチマグロの養魚が漁獲され、その資源の減少が心配されている。ありがとうございます。